あのです。今日なんですけれども、エクスパンデッドベータでクワガノンを使っていこうかなと思います。このデッキの主役はクワガノンというよりかは、このデンジムシですね。このカードが手札にあるなら、自分の番に1回使えて、このカードを特殊エネルギーとして、自分のクワガノン GX を含むにつけることができると。このカードはポケモンについている限り、雷エネルギー2個分として働くということで、こいつをクワガノンに貼ることによって、基本的には好きな技を打つことができるというわけですね。殴っていくクワガノンが2種類ありまして、1匹目がエレキブラスター持ちですね。このポケモンについている雷エネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン1匹に200ダメージと、もう1匹がエレキ砲、素点が120で、このポケモンについている雷エネルギーを全てトラッシュした場合、100ダメージ追加されて220になると。ということで、ベンチまで攻撃できる200か、バトル場限定で220まで出せると。これどちらかのクワガノンでぶん殴っていこうというふうなデッキですね。というわけで、対戦の方に行ってみましょう。はい、おっしゃーす。このゲームマッチング長すぎてさ、困ってるんだけど、まあでもエクスパンデッドベータがエクスパンデッドベータである以上は、このゲームの人口というか、このレギュレーションの人口増えねえよな。面白いんだけどね、結局物好きしかやらないんで、まあ、PTCGO でいうところのレガシーみたいなもんなんだよな。先行はもらいましょう。先行でどれだけ動けるか。あ、そこそこだね。あー、結構強い。これは、もう次、シロナから入って、運次第でクワガノン殴れますよ的な話でもええな。もしくは、このトップの2ドローのうちに何かしらのキーカードを引いて、シロナを打たずに殴っていくっていう択もあるんだけど、これはルギアだね。ルギアね、HP が高いんだよな。これはどうしよう。もう全面出すか、一旦。これ、キャプチャープラス、デンジムシで、エレキブラスター打てるんで前張りでよくて、まあ、とりあえず全部出すか。何でも飛んでくる可能性もあるんでね、全部出せるときは全部出せというね、教訓を。これね、デンジムシが3枚、さっきね、3枚サイドに落ちて、さすがにきつくて、まあ勝てなかったんですけど、キャプチャー、デンジムシ1枚でエレキブラスター打つしかなくて、まあそういうこともあると。まあそれはね、運負けなんで。4等のカードが3枚サイドに舞う確率、何分の1だっけな、まあ、結構やばいんで、1000分の1ぐらいかな。まああれは割り切っていい。2枚だったら一応、使い回せばいいんで、さすがに3枚落ちは困っちゃうね。まあ、4枚落ちはもう論外なんだけど、4枚落ちはさすがに、一応殴れるか、インテリオンが。一応インテリオンが水への入ってるんで、裏工作がアクアバレット打つか、クイックシューターが70出せるんですけど、まあさすがにそういうゲームじゃないんで。これね、エレキ砲がさ、220だから倒せないんだよな。で、ルギアもさ、220あるからさ、エレキブラスターじゃ倒せなくて、だけ理想はエレキブラスターで200乗っけて、次クイックシューターなんだけど、それができねえんだよな。あ、ネオランド出す先に。んなことあるか。これラッキーじゃない。これネオランドからエレキブラスターで番号に殴っていこう。まあ、一応なんかあれか、ラボケアとか雪道ケアとかかな。えらいね。おこうおこう、白な打ちづらすぎんそれ。さすがに。ジメレオンで、ひなつ持ってきて、ジメレオンで雨持ってきて、一応殴れるか。いけそうだね。まずあるかどうかなんだけど、見てなかったな、さっき。ひなつありまんか神。いや、このデッキね、なんでこんな女の子が散らばってるかというと、全部1枚ずつしか入ってなくて、で、あと男の子も入ってないんだよね。女の子しか入っていない、一期一会打法。まあ、打法っていうのもおかしいか。もうその時会った女の子は、もう二度と会えない。だから、その一回一回の出会いを大事にしていく。それをね、みんなに分かってもらうために組みました。クワガノンというよりかはそこがもう主役なんで、そこしか考えてない。みんなも一期一会、出会いを大事にしていこうね。僕からは以上です。これで殴れる。偉いねー。これ気持ちいいんだよな、やっぱりな。まあ、次ちょっと白のから入らんといけんのやけど、まあ、なんとかなるっしょ。なんとかなると思っている。これ結果のあれだね。裏にキャプチャー貼っとけばよかったって話はあるんだけど、まあまあいいでしょう。そんなことは知ったことじゃないんで。で、デンジと。進化じゃないんで、これはね。前につけるんで。で、エレキブラスターで裏のネオラントをバッコリ殴っていく。まあ、一応ルギア乗っけてもいいんだけど、どうせ進化されちゃったら、残り80になっちゃうんで、倒せるところを倒していく方が偉いと。まあ、1枚取らして進むと。これワンチャン生きたらね、嬉しいんで。このサイドレースよな。なかなかね、エクスパンデッドベータ、ベンチバリア入ってないんで、でもね、入れた方がいいと思うんだよね、やっぱり。ルギアのライコーバカ強いんで、まあ、このデッキは一撃なんで入ってないっぽいけど。まあ、これは確定で殴れるか。確定で殴れるが、ちょっと白菜からワンチャン、どうなんだろうな。白菜からいけるんかな。リゲイン。白菜からいけるかどうかは運次第。575。でもね、これ、インテリオンで前に乗っけて、エレキ砲で220出るんで、一応ワンパンで、ワンパンというか、220プラス20で倒せるという話は。おっと、出すそれ。あ、嬉しい嬉しい。だったら裏のルギアでもいい。裏ルギアか前番ギ。裏ルギアオア前番ギ。クイックシューターは確定で、これ地味にさ、エネルギー4個要求なのも偉いか。4枚貼っても140だもんな。上技だと。偉いね。地味に150偉いのと、これ逃げゼロなんだよな。逃げゼロもバカ偉い。まあ、ちなみにエレキ砲は逃げ2なんで、クワガノン極端なんだよな。逃げ1がない。逃げ2か逃げ3。あ、逃げ1あるわ。GX が。ありました。すいません。嘘つきました。
V ガードはね貫通するんで V じゃないんで OK ですと。なんなら明け明け殴る、理想はルギアか、理想はルギア殴ってから次バンギでエンド。バンギが逃げてきた場合、まあ逃げてきた場合でも大丈夫っしょ、クイックシューター2回でもいいし、クイックシューター2回エレキブラスターでもいいから、まあ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 、とりあえずはルギア出してくれたんでそこを倒していくと。まあ明け明け殴ってもいいけどさ、あと3回殴らんといかんのめんどくせえから、あと2回殴ってフィニッシュしたい。でもこれ塩中から殴れる確率が結構低いんだよな。多分裏工作を出さないとおそらく無理で、裏工作を挟まないと、いや引くんかい、引くんかい男やなそれは。ちょっと偉い、ヘビボから、まあなんもない、知ってる。わあなんか落ち方クイックシューター落ちてんのか、ちょい肝やな、ちょい肝、ちょい肝ではあるけど、これでもね、とりあえず回収ネット使いたくはあるんだよな、ネット使いたくて。でこっちはこっちに進化せんといかんから、まあレスキューキャリーでこことここ回収はしそうだな。でとりあえず回収ネットとサポなのか、これは本当になことはない気もするんだけど、回収ネットとエリカとかね。メイはエネルギー持ってくる意味がなくて、一応アメとお香とか持ってきたら殴れるか、後続が出ない、いやでシオナ打つか、うん、やってみるか、アメとお香でいいか、ポケモン通信でもいいか、ポケモン通信持ってきてこれでちょっと殴ってみる的な、ワンチャン後続育成できない可能性はなきにしもあらずだけど、まあ、そん時はそん時でいいんじゃないみたいな話をしておく。殴れて、まあ、裏から殴るじゃん、裏から殴りたいから、このシロナに命をかける。せっかくハンドに来てもらったしな、シロナ使ってあげたいよね。はい、天才、天才すぎない？なんならこれでいいんだよな。そう、ガノンガノン、まあゴジムシかとメッソンメッソンでいいんで、この盤面なんだよねつってる、でかい声で、この盤面が板なんすよ。ここ乗っけてエレキブラスト、じゃあチェック、まあ、チェックメイトではない、やっぱ一期一会打法なんだよな。これさ、クワガロンとかあったよね。うわ、偉い。ネストボールは偉くないけど。まあ、理想はあれか。クワガロンと地面だったけど。まあ、でも、クワガロン使わないからな。前殴ってくるんだったら、エレキ方で終わり。まあ、新しいの育成されても、アーケオスが殴ってこない限りは大丈夫。アーケオスが殴ってきたら、まあ、それはその時考えよう。まあ、アーケオスプチプチ潰していってもいいんで。ルギアは弱点なんで終わるから、まあ、さすがに、そのままバンギがバンギするか。そうだよね。これは、ちょっと確定が分からんのやけど、クイックシューター前確定でいいか、とりあえず。クイックシューター前乗せてから考える。飴と、なんだ？何かしらのサポート使う、貝使えば確定かな。貝で地面と飴持ってきて、違う。バッテリーがないか、そもそも。レスキューキャリーのが欲しいか。ちょっとこれ難しいな。貝か、こっちか。こっちでいいか。上位互換がこっちの方が。メインの方が。で、なんか持ってきて、ちょっと、何持ってくればいいか、マジで分かんねえんだけど。わかんないんだけど、とりあえずやってみるか。多分いけると思ってる。ふわふわしてるけど。これで、まあ、ここと、まあ、エネルギー確定じゃんと、ここ。で、進化のお香で、電磁虫持ってくる。完璧。完璧なんじゃないっすか、もしかして。これが完璧とかいうやつですか。ちょっとパズルみたいなんだよな、このデッキ。どうやって殴っていくか。かなり、パズリティがある。パズリティ味が深いんだよね。クイックシューター前からの。やっぱね、このエレキ表1枚入れた方がいい。世界変わるよ。世界変えていこうぜ一緒に。エレキホーディスカードしますか？もちろんします。はい、あ、どうしよう。よしよしよし。このデッキな、言うて高校でもいいんだよな。メッソン前からキャプチャー貼ってアゴジムシ出してどんどん呼ぶとかでもそこそこ強いというか、まあ後手だとそれが最強なんで、まあ、後手でもギリ耐えてる、まあ、後手はそれこそね、一期一会してきた女の子をどれを使うかっていう話にはなってくるんですけど、博士とかは使いづらいよな。やっぱり博士はもうほんとハンド1枚博士しかないっていう時に打っていきたいカーディングなんで、でもね、マジで全部使う、本当に全部使うから、よりすぐりの女の子たちを集めました。言い方よくねえな、これ怒っちゃう、怒られちゃうかもしんない。みんな可愛いから。これはなんだ？わからんな。え、かなりわからん。なんか見たことあるんだけど、なんか見たことあるが、わかりません。でも初手がめちゃくちゃ弱い。地面進化なんじゃもとかかな。いや、でもキープコーリングしたいんだよな。どんどん呼ぶしたいんだけど。いや、エリカちゃうねん。これ、春かじゃあ。いや、これ、負けた？マッパとか、ヨルコはねえわ。マッパじゃなくてマッパかな、やるとしたら。でも、超エネ入ってんのよくわかんねえんだよな。超エネってことは、団結の翼ではない。一応ね、マッパと団結の翼、ケツ翼の方が枚数少ないんだけど、色があるんで、そう、色あるの偉いんだよな。弱点つけるんでね、悪と雷で。終わり。わかんねえな。エリカ弱えてか打てねえ。ひなつ。今ちゃうねんな。
まあ、これドン呼ぶじゃダメ？さすがに遅すぎ？ドン呼ぶからさ、次雨でさ、殴れないかな。キャプチャーで引かんといかんか。地面進化なんじゃも。さすがに次のターン殴るなら。でもさ、やってみるか。ゆっくりやってみるか。相手のデッキもわかんないしさ。これ4枚あったら嬉しいけど。3枚か、オッケーオッケー。あー、十分十分。これでいい。で、なんか奇跡のキャプチャーエネルギー引いたら、これ裏こ、進化して、雨で進化して殴ってこう。2枚しかキャプチャーエネルギーない。なんでやねん。いや、ワンチャンあるよ。ワンチャンある、ワンチャンある。それこそ相手ランジャムとか打ってくれたら。いや、でもさっきハンド干渉なかったからないか。ゆっくりしていってね、君も。で、ダメ感乗せ替えそうなんだよね。見た感じ。蝶とダブルターボでダメ感乗せ替える。抜け人か。はい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 。なるほど、合点承知の助だわ。でも、前のターン1枚手張りできなかったのでかいっしょ。割と。なんで超音なんだこれ。あー、フーディンがワンチャン殴るためか。マリ来たよ。え、これ、キャプチャー引いちゃっていいの？やっちゃうよ。本当に。さっ！引きません。そんな甘くないな、人生。人生そんなに甘くなし。水エネ2枚あればね。てか、水エネスタートするのが意味わかんないんだけど。キャプチャーエネスタートだったら、それこそさ、メイから持ってこれる。まあ、このターン倒れないか。さすがに。あー、なるほど。ダメ感のせのせくんね。そのマナフィーはクイックシューター連打でいいんで、どうしようかな。もうクイックシューター出して、ガンガン殴ろうかな。殴るというか、ダメ感のせようかな。ネスト。ちょっとありだよね。うん。ちょっとありなんだよな。ここ出すじゃん、とりあえず。ここ出して、まあ、イリタ使うか。一期一会だし。一期一会のイリタ。うん。雨ちょっともったいないっていう話ある。そんなことは知ったこっちゃねえな。とりあえずマナフィーにダメ感のせまくって、まあ、前、ディットでもええんだけど、まあ、ディットは前のガノンさんが殴りゃええんでね。そんなんは。そんなんはそうすらええんで、もう一枚出すじゃん。でジメレオン出しとくかどうか、出しときてえな。ジメレオン出して、ドロソ持ってきてえな。何持ってこいこれ。博士はね、ちょっと微妙じゃない。博士は、進化のお香から入らんといかんくて、進化のお香クイックシューターして博士撃つか。うん。なんなら殴らなくていいと思ってるんだよな。どう？殴らなくていいまであると思ってる男どうすか？うん、ワンチャンあるな。もうクイックシューターだけで勝つという気持ちでいます。行こう。Here we go。 これちょっとダメ感が微妙だよな。相手のポケモン全部さ、奇数なんだよ。奇数というか10の位が奇数だからさ、 20N じゃないんだよ。 20N プラス10だからなんかもったいなく感じちゃうけど、まあ、それはね。クイックシューター連打ゲーミング始まったな。何す、え、それなん、どの技だ、どの技か分かんねえ。ダメ感乗せ系一個一個一個。あーで乗せ替えてフーディンのあれであーすると。はいはいはい、面白いね。キャリーは、まあ、これはしゃーないと。これは切りましょう。4枚入ってるんでね。1枚ぐらい消えても問題ねえよ。よいしょ。相手なんか難しいことしてるよな、ちょっとな。ちょっと難しいことしてるよな。とりあえず前殴るか。いや、もうこれ完璧やん。次マナフィー倒せます。まあ、倒さなくてもいいんだけど、ぶっちゃけ。倒さなくてもええんやが。まあ、倒せるに越したことはねえしな。で、雨あって進化できます。で、ジメレオンから、ジメレオンからでもこれ、電磁持ってこんといかんのか。電磁電磁虫。まあ、次のターン殴れない話は、一旦置いておこう。クイックシュートあるし。殴りてえ時に、殴りましょうや。待って、これさ、70で落ちるんか。なるほどね。キャプチャーとか引いてたらかなり嬉しくなってた。まあ、引いてないもんは引いてないんで。タラレバを言ってもしゃあないな。まあ、これは、アゴジムシに進化はできるが、まあ、進化しても意味ないんで、こうやっていくと。で、クイックシューター使ったよな。使ったね。こう地味にさ、上技偉いんだよな、噛みつく。そこそこ偉くて。いや、キャプチャーと電磁虫で使えるの、バカ偉いんだよな。実際。当時はなんならメッソンとか倒せてたから。はい、あ、どうした。